ルロースナノファイバー、新機能性材料の未来を考えようというタイトルで講演させていただきます。それで発表内容はこのようになっているんですけども、ざっと分けまして、最初の3つのところで、バックグラウンド的な、セルロースナノファイバーの基礎的な知識だとか、研究動向とか市場予測というような、ざっくりとしたお話を紹介させていただきます。そして、後半のこちらの部分では、私が行っている研究成果の話をしてまとめという形になります。で、この後の質疑応答のところでは、こちら最初のところの、セルロースナノファイバー一般のところの関してはっていう質問を受けて、で、その後私の研究成果の話の質問を受けて、で、それとは別に、セルロースナノファイバーでこういう話を聞いたことがあるんだけど、今日の講演で全然出てこなかったんで、そこら辺お話ししてくださいっていうような質問を3つに分けた形で質疑応答を受けさせていただければなというふうに考えております。はい、それではまず最初に木材を使う意義ということをお話ししたいと思います。で、木材を使う意義っていうのは、なんとなく皆さんグリーンでエコな材料だから使っていいっていうような、っていうふうに思われてる。これはグリーンな材料なんでポジティブな意味ですよねっていう話もあると思うんですけども、それと同時によく聞くのが、アマゾンの森林破壊があるから伐採しちゃいけないって。で、両方皆さん、そうだってうなずくと思うんですけども、森林を伐採しないで、木材系の製品を作るってことはできないんですよね。ってなると、そこはよく聞く、木材を使った材料は素晴らしいという話と、森林を保護するために切らないという話は全く矛盾してて、普通に考えると相容れない。どうやってそれが、両立すればいいのかというのは、ちょっと難しく、ん?っていうふうに考えるとなるところなんですけども、それはこちらで説明になるんですけども、切らない方がいい、大切にしようっていう話をするときには、もう皆さんに説明しなくても、皆さん頭に浮かぶのは、光合成で CO2 を吸収するっていうところになると思うんですけども、で、植物は CO2 で光合成で CO2 を吸収すると思われてるんですけども、ちょっと微妙に話が違いまして、植物は光合成をして CO2 を吸って酸素を出すんですけども、生き物なんで、私たちと同じ生き物なんで、酸素を吸って二酸化炭素を吐くっていうのもやるんですね。私たちはこちらだけ。酸素を吸って二酸化炭素。植物は光合成もやると。で、これの収支、プラスマイナスなんですね。で、こっちの大きくなった、私たちが普通に見るような十分大きくなった木っていうのは、二酸化炭素を吸う量と、光合成で吸う量と、呼吸で吐く量っていうのがほぼイーブンになってまして、特にそんなにメリットもない。で、ちっちゃい時、若木の時に二酸化炭素を吸って炭素を取り込んで、その炭素でセルロースなんか作って幹をどんどん大きくするっていう、ちっちゃい時から大きくなる間に、その大きくなるドライビングフォースとして空気中の二酸化炭素を吸ってどんどん大きくなると。だから、ここの時に吸収が起こるんですね。で、この時は何をしてるかっていうと、ただ貯蔵してるだけ。目に見えない二酸化炭素っていうのを目に見える幹っていう形で、そこら辺にポンポンポンって置いてあるような感じってところです。で、だから別にこのまま立っててもいいんですけども、このまま立ってると、次の若い木が育つ場所がないんで、これを切って、で、それで、切ってそれでちょっと邪魔なんで燃やしましょうかって燃やすと二酸化炭素が放出されるんで、ちょっと燃やしたり、朽ち果てるのは待ちましょうかと。で、できるだけ長い期間、山の中で保管するんじゃなくて、町の中で保管するっていう形で、身の回りに木材の製品を使ってやると、CO2 の保管期間っていうのがどんどん伸びていく。で、その、で、切り倒した後にすぐに若い木を植林してやって大きく育っていくっていう形をしていけば、どんどんこういうサイクルが回っていくということです。で、アマゾンみたいな熱帯のジャングルを切っちゃいけないっていうのは、あれは人間が作った林じゃないんで、木以外に自然体系としてものすごく貴重なものがあるかもしれない。未知なものがあるかもしれない。人間はアマゾンで天然林を作ることができないんで、そこはもう絶対に切らないでおきましょうと。でも、半分ぐらい、何割かとか、多分半分とか何割かは人間が植林した木が
林があるんで、人間が作った林は人間が作ることができるんで、そこは切って植林してっていう形をして、で、天然林はそのまま保護しましょうっていう形になっております。で、あともう一個、木材を使う意義としまして、植物は光合成をするから、いいですよねっていう形で、草を使いましょうっていう話もあるんですけども、草も同じように光合成するんですけども、地球温暖化防止っていう形で草と木はどっちが効果的かっていう話になると、植物の草の場合も大きくこっちでいいのか、あ、さっき前こっちの方か、先ほど言ったように木はこう成長するときに二酸化炭素を吸収するんですね。で、立ってる間はそれを貯蔵すると。で、それで朽ち果てたら、キノコとかに分解されて、燃やされたりして、分解されて、二酸化炭素を放出する。燃やすってのはないかな。植物が、キノコとか菌が分解するところに二酸化炭素が放出されるってサイクルになってますと。で、じゃあ一方、草はどうですかっていうと、まあ大体の草が春に芽が出て、夏ぐらいにはもう十分大きくなって、秋には枯れるんですね。で、枯れていくと、そのまま放出されると。だからそんなに貯蔵期間がないんです。で、木の場合はもう樹齢で、まあ、数十年は普通に行きますし、頑張れば100年はいいかもしれないし、その後木を切った後も、私たちが10年、20年軽く使うこともできますし、100年とか使うこともできますんで、CO2 貯蔵期間っていうのはもう数十年から数百年という形で、格段に、木材、樹木の方が、貢献度は大きいということが分かると思います。はい、次に3つの目の使う意義ということで、これはもう全世界の話というよりも日本固有のローカルな話なんですけども、私たちもなんかすごく森林が多いところにいるから、自然にはあるかなと思うんですけど、地球上にはそんなになくて。地球儀を見ますと、まあ、圧倒的に海で、で陸地があるっていうところなんですけども、地球の、表面積を畳2畳分とすると、7割が海で、陸地がこれぐらいです。その中でも森林はこれぐらい。だから陸地のうちのこうたったこれぐらいが、3割ぐらいが森林ですよっていうのが地球のアベレージなんですね。でも一方、日本はっていうと、陸地の7割ぐらいが森林で、3割、4割が平地っていう形で、まあ、圧倒的に森林が多い国ですよと。でも、まあ、こんなに世界中で森林が多い国っていうと、もう北欧と日本ぐらいになったりするんですね。で、非常に森林が多いと。で、先ほど言いました、切ってもいい人工林と切っちゃいけない天然林という比率になるんですけども、1966年ぐらいから、まあ、天然林はもうきちっとそういう切っちゃいけないっていうのを守られてるんで、ほとんど変化がないんですね。それで人工林がどん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 増えていってますと。で、これ人工林が増えてるのは戦前ぐらいかな。その頃日本で木材、植林、林産業とか狩猟産業で、そこでもうすごい勢いで山を竹山にするような勢いで切ってて、これ、まずいんじゃないっていうふうに言われてまして、その時に、主要産業だったので、植林をしましょうと。で、植林するときに、商売のために植えるんだから、何が、高く売れそうですからね、できれば早く育つ木がいいですよね。そしたら、杉とヒノキにしましょうかって言って、山ほど植えて、どん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 育っていって、文章が出てきたっていう話なんですよね。それで、まあ、こういうどん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 右肩上がりになるっていうのは非常に素晴らしくて、もう世界日本特に何でもかんでも右肩下がりの世の中なんですけど、なかなか珍しい右肩上がりのポジティブなグラフに思えるんですけれども、木を切るのに樹齢の伐採の適齢期というものがあるそうで、私も全然知らなかったんですけど、確かに木って生き物なんで。樹齢も行って100年ぐらいだろうって、まあ、そこまでなると、確かにいつか切らなきゃいけない時期が来るよなっていうのがあると思うんですけども、で、ちょっと見えにくいんですけど、1985年の樹齢のデータ、こっちが1年から25年というふうに書かれる、年齢みたいなのですね。で、こっちが、数みたいな形で、人口ピラミッドみたいな形なんですけど、
1985年はまだ若い層が多かったんですね。で、そのまま1985年って言ったらもうだいぶ最近バブルのちょっと前ぐらいだから、その頃にもう日本で林業なんて全然誰がやられてるのかっていう、そんなに主要な産業じゃなくなってて、あんまりそんなに活発にされてる国もなく、そこから30年経ってみると、この分布がそのままぐっと右に動いてるだけなんですね。で、今まさに切るべきに足を踏み入れつつあると。特に誰も切ってる雰囲気もなさそうだぞと。だから植林してるのも少ないねと。もうなんか日本の人口分布を見るように、都市寄りの方がどんどん増えてきて、若年層、次世代を担う若年層が足りないんじゃないっていうような雰囲気になってて、ちょっとこれをもう早く切らなきゃいけないんじゃないのっていうような雰囲気にもなっておりますと。で、木材を使う意義をまとめると、早く切らないと、先ほど言いましたように、もうあの適齢、伐採適齢期というのは過ぎちゃいますし、切らないことには植える場所がないんですよね。まあ、山に木がたくさんあって植える場所がないんで、ちょっとあそこにある住宅地潰して森林植えましょうかっていうことは絶対に起きないんで、木を植える場所っていうのは今立っているところしか植える場所がないんで、で、その新しい木を植えないと、その育っていく時に CO2 を吸収するっていうんで、CO2 吸収量が減っちゃうんで、早くこう手を打たなくてはいけないかなっていうような状況になっているかなと思います。はい。で、ここまでが木材を使う意義というところなんですけども、木材というのを利用という中から考えますと、セルロース、今日お話しするセルロースナノファイバーというのは非常に新参者でありまして、まあ、今まで21世紀になってからこう使われる、発見されるようなものになったんですけども、20世紀までのオールドスタイルというか、トラディショナルな方法で木材は、どのような使われ方がしてきたかって言いますと、まあ、昔から丸太があって、それを製材して柱にして、で、薄く切ったり細かく切ったりして合板っていうのがあって、で、それをさらに細かくしたものが紙の原料、紙の原料のパルプ繊維っていうのは木から取られるんですけども、で、この丸太がだいたい直径30センチぐらいって考えて、で、パルプ繊維っていうのは紙をピリッて破ったらこう、けばだってる繊維なんですけど、あれが髪の毛ぐらいの太さで30ミクロンぐらいと。で、まあ、ここに1万倍ぐらいの、寸法のレンジの差があったんですね。で、それとは別に、何年ぐらいだったかな。ちょっと忘れましたけど、セルロース系のプラスチックっていうのが出てきまして、レーヨンとかセルロースアセテートとか。で、これ、高校生の時に習ったと思う。半合成。プラスチックとかいうので、だからプラスチックも昔は人間合成鉱物質作ることができなかったんで、なんか最初にセルロース溶かしてみようっつって、で、セルロース溶かしたらドロドロの、いわゆるポリマープラスチックっぽい雰囲気ができて、じゃあプラスチック作れたねって。でもそれちょっとだけじゃないっていうところで、半合成でセルロース繊維とかプラスチックって言われたものがありました。それがセルロースアセテートとか、セルロ、レーヨンとかビスコースとかそういうようなものになって、ここの寸法サイズっていうのはもう分子差のサイズになるんで、オングストロームの世界になります。ってことは、まあ、ここからこの1万倍の材、レンジで材料を使って、で、これがまあ多分20世紀ぐらいですね。突然ここから10万倍の、レンジにダウン、サイズダウンされたんですよね。で、ここの間に材料として寸法のエレメントはもう全く存在しないという、皆さん、私たちも、みんな研究者も思ってたんですけども、2006年、5年ぐらいに幅3ナノメートルのセルロースナノファイバーがある、使えるということが分かりました。で、ここまでのマイクロオーダーのものと、オングストロームオーダーのセルロース材料と、異なって、ナノサイズでセルロ、ナノサイズにすることによって、どんな意義が出てくるかっていうところをお話ししたいと思うんですけども、セルロースナノファイバーを使うと、高強度、高弾性、低熱膨張、透明になるみたいなことをよく言われるんですけども、高強度にするためにナノ化するとか、透明にするためにナノ化するっていうような話を言われるんですと。ちょっとそれは本質的ではないかなと思いまして、本当に何が本質かっていうと、
2つあると思ってます。で、1つはもう品質化がされるっていう、もう大きな丸太だったら節があったりとか、板だったら年輪構造があったりだとか、そういうようないろんな不均一なものなんですけども、それをナノサイズまですることによって均質な材料にできるっていうのがまず1個目の特徴だと思います。で、そんな均質な材料をギュッと固めることができると、高密度にすることができる。均質化する、高密度化するっていうのが一番重要なポイントになっていると思います。で、高強度高断層、例えば高強度高断層っていうのは、セルロースの分子差自身が他の多くのポリマーと比べて高強度高断層なんですね。だけど、こちらに紙とかありますけど、紙って密度が、半分が空気なんですね。だから、どんだけ強い材料を持ってきても半分が空気だったら、そんなに強い材料ができないんですよね。だから材料、セルロースは本来は高強度高断性なんだけど、材料として組み上げるときに密度が低いものしかできなくて、じゃあ密度の高いものを作るにはどうしたらいいかっていうと、ナノ化してやると、密度が高い材料ができるんで、材料として高強度高断性。教科書的にはもともと高強度高断性だったのを、それを材料として発現させるためにはナノ化することが重要であるかなと思います。で、この透明っていうことに関しましても、もうセルロースっていうのはもともと無色透明な材料なんですね。それが、空気とこうごちゃごちゃっとしてなった時に空気が光散乱するから白色になると。で、これ、もともと透明、無色透明で、こっちが白いですよっていうので、なんでこれが透明でこっちが白色ですかっていうのを説明するのに、こっちは氷ですと。で、こっちはかき氷ですと。で、氷もかき氷も同じ本質的な水の固体ですと。で、氷は氷しかなくて中に空気が入ってないから無色透明だけど、かき氷とか雪のように空気との複合体にすると、空気との光の乱反射が起きて、たまたま白く見えるっていう。だから、これいうようなことです。で、これとはまた後に別に話するんですけども、密度を高くすることができるということもできるんですけども、また全く逆にもっと0.1以下とか、非常に低密度な材料もできるっていう、均質な材料にすることができて、密度をいろんなコントロールすることができて、その結果いろんな特性ができる。あと、あれですね、よく言われる低熱膨張性だったり、耐熱性が高かったり、あと、成分化成は分かりやすいと思うんですけども、これはサイズ依存性はありません。もともとだから、紙だって成分化成はありますし、高密度にしたって低密度にしたって成分化成はありますよっていう。熱に対する、特性っていうのも、基本的にサイズのディメンションには関係しない。融点、沸点は材料の大きさによって変わらないっていうのと同じよ。で、熱に対する特性っていうのは、特にエレメントのサイズによっては関係はありません。で、ナノサイズ化するメリット、今2つ言ったんですけども、デメリットみたいな話をしますと、まず1つはプロセスコストがかかると。今まではパルプっていう段階でものを作ってたのを、それを1つナノサイズしなくちゃいけないんで、そのプロセスコストがかかると。で、まあ、これをコストが高いか安いかっていうのは、まあ、人それぞれなんですけども、かかることには間違いない。もう1個は、ハンドリングですね、低濃度。また後です。詳しく話すんですけども、水にしか主に均一分散しなくて、流動性がある濃度っていうのがもう0. 何パーセントです。1%になると、もう固体っぽいような、非常に粘性が高い。だから、非常に扱いづらいんですよ。1%の濃度でなんでこんな高粘度なのっていうことをよく言われるんですけども、でもそれと同時に色素トロピー性っていうのも発現しますので、そこら辺は化粧品とかそういうようなところで有効利用されてるんで、低濃度水分散体っていうんで、ハンドリングがなかなかっていうのは、いい面と悪い面両方あるかなっていうふうに考えています。で、ここまで、使う意義をまとめますと、木材を使う意義としましては、植物と比べては CO2 貯蔵期間が長いですよと。で、切って使って植えるっていうサイクルを行いましょうと。で、そろそろ切らなきゃいけない時期が日本は近づいていますよと。で、セルロースナノファイバーを使う意義としては、
品質か高密度か材料が得られて、その材料では高強度、高弾性、高透明みたいな性能に発現しますよと。で、ナノ化しなくても、ナノ化して、サイズとは無関係の特性というのもありますよと。で、水分散液を低粘度で非常に高粘度であるというのは、いい面、悪い面、プラスマイナス、いろいろありますよと。で、ナノ化しなくちゃいけないという作業は新しく加わりますよというところがになりますと。で、じゃあそのようなセルロースナノファイバーはどんな種類、製造方法があるかというのを簡単に説明させていただきますと、先ほどお示ししたので、パルプ繊維っていうのが、髪の毛ぐらいの太さで、広く数十円ぐらいで、もう随分長いことから産業化されてますよと。で、それを、ちょっとダウンサイズしたミクロンからナノぐらいのものが混在している状態のものが、ミクロフィブリル化セルロースっていうようなものがあります。でもこれ一番の特徴は、もう水分散液にしたときに、牛乳みたいな発色な色になっています。それぐらいの大変形のもので、で、それとは別にもっとシングルの、セルロースナノファイバーまで、幅数ナノメートルぐらいまで均一に分散したものもあります。で、ここまで均一に分散させると、ガリ散乱しないんで分散液が透明になります。で、こちらは非常に細くなっていると。で、ここは髪の毛ぐらいの太さからスタートするんで、やっぱりこっちの方が安くて、こっちの方が高いです。今現在、こちらはキロ数千円ぐらいかかってるんですけども、まあ、将来には数百円を目指す、なるんじゃないかっていうのと言われてまして、こちらの方は今現在、キロ数万円で、将来的にはキロ数千円いったらいいかなっていうふうに言われてまして、で、これは用途としましては、こっちはプラスチックと混ぜる用途はこちらですと。で、増粘剤にしたり乾かしたりするようなもので、プラスチックと混ぜるとあんまりされないのが、こちらの材料になります。種類としては、サブミクロンぐらいのものと、いろんなサイズがある、白色のものと、無色透明のナノメートルオーダーの幅の繊維の2種類があっていただければいいと。で、作り方としましては、まず、パルプっていうのはもう木材チップからリグニンっていう茶色い成分を取り除いてやると髪の毛ぐらいの太さができますよと。で、サブミクロンぐらいでいろんなサイズが混在になっている白色のミクロフィブリル化セルロースっていうのは、そのパルプ繊維っていうのを機械的に処理してやったものですと。で、その一方さらにダウンサイズで、この状態でここで、パワーをいくら上げても、もうこの混在化した状態っていうのはもうそこでストップ、頭打ちです。シングルナノまで細くなることはありません。このパルプ繊維に一番有名なのが店舗酸化処理なんですけども、何らかの、化学変性処理をしてやるって、それから回線処理をしてやると、シングルナノまで幅数ナノメートルまで、均一に分散されますと。だからここの段階っていうのは、マシンパワーでいったら、サブミクロンぐらいのものができますよと。価格もまあまあ、一桁、二桁ぐらいアップですかね。で、それにさらに、前処理的な、化学的な前処理が必要となってくるんで、さらに一桁ぐらい値段が上がりますよっていうような状態になっております。はい、それからここから、セルロースナノファイバーの生産量、市場規模予測などを紹介したいと思います。セルロースナノファイバーの国内の生産量の推移としましては、セルロースナノファイバー自体が、学会論文で発表されたのが2006年、7年ぐらいです。そこら辺ぐらいから、5年後、7年後ぐらいには、じゃあちっちゃいテストプラントができてました。で、それで、それから、国の方から、補助金が出たりとかして、日本もセルロースナノファイバー産業を作ろうという機運が高まりまして、いろんな製紙会社の方々が、独自にセルロースナノファイバー製造技術を編み出して、日本各地にプラントを作りました。ここで一気にもう、だから、コアとなる技術はもう2010年ぐらいには存在してて、でそれでいろんな積極的な後押しがあって、プラント製造っていうのが行われて、一気にドーンと製造産量、プラントのキャパシティっていうのは上がりました。ここら辺からはもう特にそんなに
劇的な増加ではないんですね。で、まあ、こんな感じで年間1000トンぐらいの生産は可能な状態になっています。でも実際の稼働率、生産量はどうかっていうと、ここら辺の昔から今に至るまで10%も稼働してないような状況です。だから今年間、1000トン作れるけど、まあ、世の中に回っているのは100トンぐらいっていうような状況だそうです。はい。で、次が世界市場規模予測というところで、こちら矢野経済研究所さんの資料なんですけども、生産量のベースの、ボリュームか。ボリュームでいくとこんな感じで、推移してて、多分これ、トンだと思います。縦軸は。で、こちら青色が金額ベースでいくと、こういうふうになりますよってとこで、2022年現在は80トンぐらい作られてて、60億円ぐらいの、市場になってるでしょうと。で、25年ぐらいになると120トン近くで金額はこんな感じですよと。で、これはなんか1.5倍増えたのに金額が1.5倍増えてないから、ちょっと私は理由はよくわかんないですけど、まあ、こんなことだそうです。で、どんな用途があるかって言いますと、推移としまして、2022年から、こっちが22、23、24、25で、トンベースの推移。で、こっちが22、23、24で金額ベースの推移って感じになってるんですけども、まあ、細かく見るといろいろあるかもしれないんですけど、まあ、樹脂とプラスチックと混ぜて軽量高強度な材料を作ろう。ガラス繊維プラス補強、ガラス繊維補強のプラスチック、炭素繊維補強プラスチック、そこら辺を乗り越えて、セルロースナノファイバー補強プラスチックっていう利用をしましょうという樹脂複合分野があって、それとは別に食品添加剤だとか、増粘剤だとか、そういう機能性添加剤としてのマーケットがあって、まあ、それが、まあ、ずっとほぼ同じような量で動いてるのかなって推移すると予想されてるのかなっていうふうに考えています。で、もう少し用途の話を、説明しますと、分かりやすく絵を描いたんですけど、まあ、混ぜて使うと。で、先ほど言いましたように、こういうサブミクロぐらいの細いものから太いものまであるようなざっくりほぐしたようなものを使うってプラ補強で、もうこれでナノセルロースビーグルって2019年のモーターショーで発表されたんですけども、車のボディ、窓ガラス、タイヤまでセルロースナノファイバーで補強した車っていうのもできてますよと。で、これは大学でもされてますけど、企業で研究開発されてる方々が非常に多いかなっていうふうに思います。で、ウェットなまま、水分散液のまま使う、増粘剤として化粧品とかそういうものの添加剤に使うっていう用途もありまして、これも大学企業での研究開発が非常に多いかなっていうふうに。で、これで私はよくやってるんですけども、このセルロースナノファイバー水分散液を乾かしてフィルムを作ると透明な紙ができますよっていう、ドライで使うものっていうのは、主に大学で少しだけ企業がやってるかなって感じで。で、こっちは、乾かしたものなんですけど、高密度。この中に空気は全くないっていうようなものです。で、エアロゲルっていうのも作られてまして、ほとんど空気で、透明で非常に断熱性がある、セルロースナノファイバーエアロゲルっていうのが東京大学を中心にやられております。こんなような感じです。で、競合材料との価格比較としましては、透明な紙エアロゲルに関しては大学メインで、企業はそんなにまだ、活発にやられてはないんで、化学実績っていうのはまだついておりません。で、ここの樹脂補強のに関しては、こちらも矢野経済の資料からそのまま取ってきたんですけども、樹脂補強のセルロースナノファイバーの、ライバルは炭素繊維とガラス繊維ですよと。で、繊維価格ではなく複合材料価格としては、こんな、これ、キロかな、単位書いてない。こんな感じですけど、まだまだちょっとセルロースナノファイバーの補強の方が高いかなっていうところになってます。だからちょっとこれでまだ、皆さん頑張ってるって感じかな。で、一方、増粘剤に関しては、キサンタンガムとかカルボキシメチルセルロースっていうのが
既存にある一般的によく使われる増粘剤でして、それと、水分散液、カルボキシメチルセルロースを水に溶かした状態、キサンタンガムを水に溶かした状態と、セルロースナノファイバーが水に浮いている状態。で、それの価格を比べると、両方とも数百円、数千円というので、同じような価格帯なんで、結構この増粘剤っていうのは、商売が早く進んでるかなっていうふうに考えております。じゃあ、R&D で研究開発状況で、どんな研究開発が行われているかっていうのを企業別に見てみますと、こちらですね、この増粘剤用途。増粘剤用途では一番、流しられてて、有名な会社が第一工業製薬さんです。第一工業製薬さんは、固形分 2% のセルロースナノファイバー、店舗さんがセルロースナノファイバーの水分散液をレオクリスタというような商品名で、もうすでに売られております。それで、化粧品とか食品添加剤として用途展開して、この2015年のボールペンが一番最初に有名な商品展開の実例だったと思うんですけども、ボールペンのインクに少しだけセルロースナノファイバーを混ぜてやると、こんな風に書き味が向上しますよっていうようなところが、ね、使われております。あとは増粘剤の利用って感じで、セルロースナノファイバーを入れた液に金粉入れとくと、10年、20年経っても金粉が沈みませんよとか、で、こういうスプレート布できますよっていう、まずスプレート布はまた後で詳しく話します。まあ、こういう感じで、第一工業製薬さんは、主にウェットな状態での商品展開っていうのをよくされています。で、あと特徴的なのが、なんだ、有料販売してるってところが、特徴なんで、とりあえず味見としてセルロースナノファイバーを触ってみたいですよっていう人がいたら、第一工業製薬さんに声かけたらいいんじゃないですかっていうのは言ってます。でも他の会社ってなんかいろいろ契約を結んでから商品提供しましょうか、サンプル提供させてくださいっていう話が多いんで、そうなるとやっぱりちょっといろいろ手出しにくいんですけども、レオクリスタルに関してはお金を払ってしまえば、あとは特にいろいろご自由にっていう関係になるので、第一工業製薬さんのレオクリスタはなかなか扱いやすいかなっていうふうに思います。で、日本生産はもう店舗さん、他社員とプラントを最初に作ったんじゃないかっていうぐらいのところからやってまして、店舗酸化処理のセルロースナノファイバーとか、カルボキシメチル化のセルロースナノファイバーとか、樹脂、展開のセルロースナノファイバーとか、もうすべてに網羅的にやってらっしゃいます。だからホームページ見てもなかなか一般の人には分かりにくいんですけども、有名なところには、食品用のセルロースナノファイバーありますので、どら焼きのこの何ですか、衣ところふわふわさせるようなものを入れたりとか、化粧品用途とか、で、セルロースナノファイバーに銀ナノ粒子くっつけて抗菌性の不織布作ったりとか、で、あとは同じのフィルターをやったりとか、ガスバリア性があったり、透明フィルムだとか、で、ここがあれですね、樹脂複合材料っていうところで、もう本当に日本生産はもう最初からやられてるトップランナーなんで、もうセルロースナノファイバーの、すべての、アプリケーションを網羅されて積極的にやられてるという感じです。で、あともう一つ日本で大きな製紙会社としまして、王子製紙さんもありまして、王子製紙さんも日本製紙さんと同じように、ほぼ全領域に商品展開というか、R&D をされてるんですけども、一個、王子製紙さんだけが注力されてるなっていうのは、透明な材料に関しては王子製紙さんが一番注力してやられてるかなって思います。で、これが、アウロベール。王子製紙さんは日本、セルロースナノファイバーの名前を、アウロビスコとか、なんかそんなような名前を商品名つけてまして、それを乾かした透明な紙みたいな感じですね。セルロースナノファイバー、ほぼセルロースナノファイバーだけのフィルムを作って、非常に高透明で、高強度、高弾性で、熱膨張率も、ガラスが、いくつでしたっけ？ガラス並みかな？ポリイミドが20ぐらい。多くのプラスチックは30、50、100っていうようなところなんですけども、1桁の熱膨張率ってありますよっていう。熱分解温度も、300度ぐらいに、
行きますよという透明なフィルムをやっています。で、この時にフィルムだけなんで、いろいろ成形性を加工付与したりとかして、こんな複雑形状なものを作れますよっていうようなことを、王子製紙さんはやられてます。と、一番そうだ、あんまり言われてないんですけども、ナノセルロースビーグルっていう少し話したと、これですね。これで、車のボディ作ったっていうんですけども、で、ここら辺のボディはプラスチックとセルロースのファイバー作って、強固なボディを作ったっていうのは、なんとなくイメージされると思うんですけど、このフロントガラス、このフロントガラスもセルロースナノファイバー入りなんですね。ポリカーボネートを、セルロースナノファイバーで補強したものっていうのがフロントガラスに採用されてまして、そこの部分は王子製紙さんが担当されて作られたそうです。ということで、まあ、王子製紙さんはセルロースナノファイバーでも特に透明材料に関していろいろ展開されているかなって感じです。で、大王製紙さん、セルロースナノファイバーの中では、日本製紙さん、王子製紙さんが一番早く、取り組み始めて、王子製紙さんは、大王製紙さんはその頃は私たち新参者でとか言ってましたんですけども、それから2000何年ぐらいかな、10年より前ぐらいから始めてらっしゃったのかな。で、今となってはもう本当に3番目に、王子日本製紙さんとは遜色ないぐらい、非常に幅広く展開されてまして、紙製品に入れたり、なんかフィルム作って卓球の木とラバーの間に入れると、なんか打ち心地が良くなるとかいう YouTube とかもよく見るんですけど、そんなのもあったりとか、あとコンクリートにセルロースナノファイバー入れて、その粘性をコントロールするだとか。で、これは日本、大王さんは大王さんで、の取り組みで、セルロースナノファイバー入りのボディを作って、ラリーかな。なんかそういう、もう実際にそういうレースに参戦している車のボディに採用されたりとか、こんなような感じで、いろいろバスのバンパーにあったりだとか、そんなようなことで、大王製紙さんも非常に幅広く研究をされております。で、ここまでが前半の部で、使う意義、セルロースナファイバーの種類、製造方法、生産量、市場規模予測などなどの話でした。ここから私たちがやっている研究成果の紹介をしたいと思います。まず最初に乾燥粉末についての話なんですけども、これですね、ウェットで使う、増粘剤で使うところの話なんですけども、で、セルロースナノファイバーっていうのは色素トロピー性がありまして、色素トロピーって何ですかっていう話を1枚の写真で分かりやすくしたんですけども、こういう状態の時には非常に高粘度で、瓶を逆さにしても絶対垂れてこない。で、この状態で濃度がそのままで非常に力強い洗顔力を与えてやると、このコチコチだった液体が非常に低粘度になるっていう、洗顔力を上げると、粘度が大幅に異なると。で、このサラサラになった液を放置しておくと、また時間が経てば、コチコチの、液体になるっていう、この現象を色素トロピー性っていうんですけども、これがセルロースナノファイバーで、色素トロピー性を、発現しましたと。で、じゃあ、この色素トロピー性がない液体は何の、どんな悪いことがあるかっていうので、スプレーをするときに色素トロピー性があるなしで、随分性能が違うんですけども、これ常に粘土がひっくり返して、さーっと動くようなやつですね。で、これをスプレー塗布すると、こんな感じで、これ水なんですけどね、こんな感じ、だらーっと垂れますよね。で、スプレーすると何してるかっていうと、スプレーするときに洗顔力がかかるんです。で、洗顔力がかかって、で、ここにバシャンとくっついたときに洗顔力がなくなるんですね。だけど、これ常に粘度が低いんで、色素トロピー性がないんで、洗顔力を与えたらビュッて出てきますし、で、着弾した時にダランと垂れるんですよね。だから色素トロピー性がないとこんな感じ。で、逆に色素トロピー性がない方でも常に粘度が高いやつはどういうことになるかっていうと、カチカチでひっくり返しても何にもならないですよね。じゃあ、こんなものをスプレーしようと思うと出ていかない。で、だからこれ、洗顔力を与えたって粘度が高いんで、突出していかないで。で、セルロースナノファイバーとか入れたような色素トロピー性のある液体はどんなふうになるかっていうと、
先端、まあまあこんなふうに流動性もありますよと。先端力を与えると突出していきますよと。で、ここにぶつかったときには先端力がかからないんで、液だれをしないっていう形で、こういう色素トロピー性がある液体っていうのは、こういうスプレー用途なんかにも使えることができますよと。で、セルロース、そんなんで、セルロースナノファイバーのペーストをとある液体に少量添加すると、まずこれ、透明なんで、液の外観を変えずに、見た目の液はこういう液なんですけど、この粘性だけ付与したいっていうんで、入れたら、なんか色が全然変わりましたっていうと、商品価値が落ちるんで、透明だっていうのが特徴なんですけども、で、それで粘度をコントロールできますよ、塗布できますよっていうので、非常に、化粧品とか食品用途で使われるようになってます。だけど大きな問題がありまして、これ、固形分2%なんです。固形分2%のものを買わなきゃいけないと。で、買ったら運んでもらわなきゃいけないと。何をやってるかっていうと、水を買って水を運んでるっていうのが非常に大きな問題なんですね。それで、乾燥粉末で、じゃあ、乾燥させた状態にしたいなっていう話があるんですけども、こういう2%の、ペーストがあって、これを希釈して攪拌すると透明な液になって、で、こうスプレー塗布しても、ここに着弾して足りませんよっていう話なんですね。じゃあ、このペーストを単純に110度のオーブンで乾燥したら、粉末ができますよね。で、同じように希釈して攪拌したらどうなるかっていうと、こんな感じに全然透明じゃないです。違いは、この透明だったら後ろにこのラインが見えると思うんですけども、これ濁ってるから後ろのラインは全く見えないと。透明であってほしいっていうところが、まず、クリアできません。で、これもう粘土も全然大したことないんですね。で、これでよくあるのが、私たち乾燥粉末できましたよっていう報告をよくされるんですけども、ここだな、この希釈するとき、希釈した攪拌する条件をむっちゃ強く攪拌される報告があるんです。で、透明になって無色透明になるから、細分散、ここまでのロジックで言うと、攪拌力強くすれば、無色が白濁したものも透明になるんですね。そもそもパルプっていう牛乳みたいなものに力を加えたらナノファイバーになるんで、乾燥してる粉末だって力強く攪拌すれば透明になる。じゃあ、粘性はどうなるかっていうと、こちら見て下見ていただくとわかるんですけど、ダランって垂れましたよね。こちら、こんな感じで。こういうふうに粘性があるやつはこう液だれしないんですけど、こういう、だから、色素トロピー性っていうものが、あるのが売りなのに、乾燥粉末にすると、色素トロピー性のない透明な液体になって、なんか商品価値が著しく落ちるというのが問題でした。だからどうやって色素トロピー性を再現する水さ、細分散する乾燥粉末を作ればいいんだろうかっていうので、いろいろ研究してたんですけども、最近を作ったんですけども、オーブンにそのまま入れて乾燥させると、セルロースナノファイバー同士がぐっと凝集しちゃうんで、セルロースナノファイバーのペーストをエタノールで置換させて蒸発するっていう作り方としてはこんな簡単なものなんですけども、ペーストをエタノールの中に入れて、こういう有機溶媒の中にいると均一分散しないんで、ちょっと軽く凝集した材料になるんです。で、これをろ過してやりますと簡単に回収できまして、一般的にこんな、セルロースナノファイバーの分散液って、ろ過すると、吸引ろ過すると、均一分散してると目詰まりしちゃうんですけども、まあこんな感じであっという間に30秒もあればろ過できるようになって、これセルロースナノファイバーの水分散液使ってる人はそんなに早くろ過できんのって驚かれるんですけども、こんな感じで、ろ過してやると、軽く凝集した状態になりまして、その後にふわふわした、こんな感じでふわふわしたものになりますと。こんな感じです。で、これをそのまま蒸発させて、そこら辺に置いていくと、エタノールが全部蒸発していくんで、それで乾燥粉末の出来上がりという形になります。で、この乾燥粉末を、同じように希釈。
拡散すると色素性のある液体になるんですけども、そうは言っても凍結乾燥したらなるんじゃないっていうふうに思われるかもしれないんですけど、凍結乾燥したやつもこんな感じにちゃんと水に再分散します。で、私たちが作ったものを同じように、透明で色素性があるものができますと。で、こんな感じで両方とも、スプレート塗布したときに液だれはしませんよっていうところです。だからまあ、フリーズドライしたやつもエタノールで、蒸発分散させたものも出来上がるもののクオリティとしては全然変わりません。で、どっちがいいかっていうと、まあ、そのフリーズドライとエタノール蒸発のプロセスのコストがどうなるかっていうところに目が行きがちなんですけども、それよりも前にフリーズドライの方はちょっとあまりよろしくない点がありまして、凍結乾燥っていうのは一切凝集させないものなんですね。だからセルロースナルファレマのペーストを凍結乾燥するとこうなるんですよね。体積収縮させないっていうコンセプトだから。でも私たちのやつは軽く凝集させてって、こんなに、これ同じ重量です。固形分重量が全部一緒なんですね。この状態だったら水を買って水を運ぶ状態になったんですけども、今度こっち、凍結乾燥すると、空気を買って空気を運ぶ状態なんですね。で、こんなに軽いものは、ね、漏れなく静電気がたくさんついてきますよと。これ、性能はいいんですけども、これ非常にハンドリングが悪くて大変なものなんですけども、こんな感じに適度に凝集すると、体積もちっちゃくなりまして、静電気もしなくて、水に再分散するものができましたよっていうところです。これが最近の成果でして、だいぶゆっくり喋ったら。で、ここからは、どこかでいろいろ喋ってたりもしますんで、最後に紹介しますけど、YouTube の動画にいろんなところで講演動画で喋ってたりしますんで、ザザザザザッと行きたいなと思います。はい。ここから、透明な紙についての話をしたいと思いますけども、これまで、今、乾燥粉末の話をしたんですけども、これまで私たちっていうのは、透明な紙を中心に、一番乾かみの、自分たちからでセルロースナノファイバーを作って、液作って、乾かして、透明な紙作って、原料処理プロセスの、この性能、このプロパティからここがどういうような影響になりますかと、この透明な紙の性能を評価して、どんな用途へ展開できますかっていうのを主に研究してまいりました。で、これを作った一覧表なんですけども、透明な紙の弾性率、ここは、ね、13ギガパスカル、223メガパスカルというのは高強度高弾性ですよと。で、透明性があって、低ヘイズも非常にちっちゃいんで、で、銀ナノワイとか塗ったりして、透明導電膜作って、太陽電池への、紙の太陽電池っていうようなものも作りましたよとか、であと表面平滑性が非常によくて、耐薬品性もあって、熱膨張率が、1桁で、耐熱性も200度前後ぐらいあるんで、トランジスタを作ることができましたよとか、あと誘電率が高いんで、デバイスの小型化とか、そういうのもできましたよとか。で、絶縁性が100テラオーム以上あるんで、メモリーになりますよ、みたいな話をいろいろしてまいりました。それで最近、見つかったものとしては、その薄膜が短絡、水によるショート、短絡故障を防止するっていうのが分かってきました。で、ここで、説明なんですけども、濡れるとマイグレーションが発生して、短絡が故障を引き起こすと。だから水があってもそんなに直接的に問題がないんですけども、濡れると短絡、マイグレーションが起きて短絡を除する。霧吹きしてやると、で電気を流すと、これ銅の電極なんですけど、銅イオンがこっちに行って銅になると。で、それでこういうふうになんか樹状のものが伸びていって、右と左は電極が離れて電気を通っちゃいけない状態だったんですけど、濡れると銅が析出して、右と左の電極がくっついちゃうんです。だからこれでショートすると。で、ここにあった水が全部蒸発して乾いていっても、成長しすぎた銅っていうのは残っちゃうんで、濡れてショートすると、乾いてもずっとショートしたままで電子デバイスは故障が起きますよっていうところです。で、そういう状況なんですけども、電極にセルロースナノファイバーを塗っておけば、ショートしませんって、じゃあ、ショートしませんっていうのが分かりました。で、まず電極を同じように準備して、ここセルロースナノファイバーの液を塗っています。
で、これを乾かして保護膜を作ります。保護膜作っても、無色透明なんで全然わかんないんですけど、セルロースマノファイバーの乾燥膜ができた状態。で、ここに先ほどのように切り抜きして、電気を切り抜きながら、この水をボタボタ垂らしたから。で、ここに電気を流したら、どんな風になるかっていうのを見てみたいと思います。先ほどの動画は何分か忘れましたけど、まあ、数分だと思いますけど、これも1時間ぐらい。あっという間に立つんですけども、全然地上積雪するのがなくて、なんか左側にぷくぷく泡ができて、右側になんかよくわかんない茶色のエリアができるっていうのがわかると思うんですけど、24時間経っても右と左をつなぐ、ショートさせるような地上積雪手術は全然できませんよと。で、今さっきの状態を偏光板っていうものを通してみると、偏光板を見るとセルロースのファイバーは白く見えるんですけども、こっち側にセルロースマノファイバーがたくさん溜まっていることがわかるかなと思います。これが、マイグレーションを起こさない秘訣なんですけども、で、ここら辺の観察から何が起きているかというのを丁寧に説明していきますと、電極があってセルロースマノファイバーの乾燥膜がありますよと。で、ここに水を垂らすと、この膜は水を吸います。で、膨張します。でセルロースナノファイバーがぷかぷか浮き始めるんです。で、こう水中に浮いている時のセルロースナノファイバーっていうのはマイナスにチャージしてます。で、マイナスにチャージしてて、ぷかぷか浮きそうな状態でマイナスにチャージしている時に、電極に電気が流れるんで、マイナスにチャージしたものが陽極に全部集まります。すごい勢いで集まってきます。で、この時に集まった時にケルっぽくなるんですけど、で、こっちのプラスの方から銅イオンがこっち側にどんどん放出されて、銅イオンがここからこっちに行って、こっちに到達したら銅になって、マイグレーションが始まるんですけども、ここから銅イオンが出てくるときに、セルロースナノファイバーたちが一生懸命銅イオンが外に出るのを防ぐんですね。で、さらにこっちで水に電気分解するんで、OH マイナスがここにあって出てきて、なんとかセルロースナノファイバーの呪縛から逃れて解き放たれて、よし、ようやく逃げられたって動揺がここまで来たら、OH マイナスが待ってましたっつって酸化銅にしていくんですね。そうやっていくんで、もういつまで経っても動揺はマイナスの極に到達することができなくて、24時間経っても陥落しないっていうような形になります。で、電子回路が濡れると、何が良くないことが起きるかというと、発熱するようなこともありますねとかね、サーモグラフィーで温度を測ってるんですけども、ショートすると1分後にはこんなふうに100度ぐらい発熱して、もうこれで発火することがありますよって形です。でも一般的に何どうしてこれをどうやって防いでるかっていうと、むき出しの配線なんとか全然使われてなくて、普通基板をエポキシ樹脂とかそういうポリマーで覆うんですね。で、ポリマーで覆ってやると、その上に水をドバッとかけたところで、1時間とか1分経っても、まあ、全くショートはしなくて発熱しないんですよと。で、だからポリマー系の封じ剤っていうのは、水を来ないようにさせて、ショートさせませんよと。で、セルロースナノファイバーの薄膜は、濡らすと、濡れます。膨張します。でも、今さっき言った電気営動的なことがあるので、濡れても故障しませんよ、ショートしませんよと。コンセプトとしてこっちは濡れないんでショートしない。こっちは濡れてもショートしないというものです。で、濡れてもショートしないものと、濡れないからショートしないもの。どっちがいいかというと、こんなことを考えると、風刺材がパキッて割れたらどうしますかってなったときに、風刺材がパキッと割れて割れ目ができて、そこに水が入ると、こっちはショートしちゃうんですね。で、こっち側は風刺材にパキッて割れ目が入っても、セルロースナノファイバーはどんどん移動していくんで、割れ目ができても別に私たち泳いでここまで行きますっていう方タイプなんで、クラックが入ってもマイグレーションは防止します。それを分かりやすく説明した動画がこちらになるんですけども、これ、水槽の中に、配線を2つ入れてます。左側がポリマーで封止した配線、右側がセルロースナノファイバーで封止した配線、水中でこういうふうにキッコンバッタン、キッコンバッタンってやってますと、ポリマー系の封止剤もは割れてきます。そうすると割れると、マイグレーションも来て、LED は
どんどん転倒しなくなります。で、右側のセルロースナノファイバーの風刺材も、こんなふうに30分もこうギッコンバンタンしていくと、はい、風刺材は破損しています。だけど風刺材は破損しても電気栄動で動いていって保護膜を作っていくんで、こんなふうに1時間水中で1時間こうギッコンバンタンし続けても、あのマイグレーションを防止するっていうことができる材料になってますっていうところです。はい、でその後何の話になるかっていうと、それであと成分解析センサーですね。で、こう、そんな形で、だからこういうふうにセルロースナノファイバーを使ってやると、あの水による故障っていうことが起きないんで、屋外でのあのデバイスの使用っていうのが可能になるかなっていうふうに考えてます。で、屋外で、使うだけでなくて、屋内で動作中に動く、故障することなく、使われるってだけじゃなくて、使い終わった後に土に帰るって回収不要なペーパーセンサーができるんじゃないかなっていうところで、これはうちの助教になっている春日先生の、主にやられた仕事なんですけども、こんな感じで ほぼ紙でセルロースナノファイバーで、デバイスを作ってみましたと。あの電気が流れる部分は金属配線なんですけども、まず最初に積層コンデンサーみたいなのを作りまして、一番、電極と電極の間に、ポリミルとかペットを挟んでキャパシタっていうのを作るんですけども、セルロースっていうのはセルロースナノファイバーは非常に有電率が高い材料なんで、ポリミルやペットフィルムなんかと同じ圧で作っても、キャパシタの性能は3倍ぐらい極性のものができますよって。でそこでここでキャパシタを作って、まずセルロースナノファイバーの基板を準備して、ここで銀ペーストを印刷配線してコイルを作って、積層コンデンサーを作ってトランジスタなんかをポンポンと置いたりすると、でこういうふうに回路を組むと湿度センサーが出来上がりました。でこの湿度センサーっていうのはもう無線で送受信できるようなものになってますと。でこういうふうに、無線で送受信しながらいろんなところの湿度情報なんかを管理していくと。で使い終わったとこいつはそのまま放置していると、いずれ10年か1年か1シーズンか知らないですと、ひらひらっと地面に落ちるでしょうね。で地面で落ちたときに何が起きるかっていうと、ボウリングにどん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 成分解されてきますよって言って、それが面白い動画でしてね。私はずっとあの普及菌が成分解するんですよって言ってたら、彼はそうじゃないと思ってたらしくて、実際に動画を撮ると分解してるのはまさかのダンゴムシだったって。ダンゴムシがこんなふうにむしゃ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 食べてくれるそうです。こんな感じで。で、こんな感じでダンゴムシが食べてくれまして、で、ダンゴムシは金属の部分を食べてくれないんで、まあ、金属部分は残るんですけども、で、春日先生、今もう、基板はセルロースで、何も問題ないということが分かったんで、じゃあ次はあの環境に優しい配線部分は何だろうっていうので、いろいろ研究をなされていますと。はい、ということで、まあ、こういう感じで、あの山の森林の中に湿度センサーを置いたりすると、あのいろんなところの災害情報なんかを、回収できるかなと。交差点ごとに置いてあると、あの交差点ごとの天気情報が分かったりするのかなと。で野菜とか果物に貼っていくと食品のトレーサビリティなんかにも使えるんじゃないかなというふうに考えております。で最後に説明するのが電気誘導によるセルロースナノファイバーの配合制御というところで、先ほどの短絡故障のところからスピンアウトした研究になるんですけども、これもあの助教の春日先生がやられています。で今最初に言ったマイグレーションの防止っていうときには陽極と電極があって、セルロースナノファイバーが防塵すると電気栄動しますねっていうところで、話だったんですけど、その電気栄動のところだけに注目した実験をしまして、本当に分かりやすく言うと、もうセルロースナノファイバーの液を用意しますよと。で電極を2本ポンと差し込みますよと。で電気を流すと電気の人が集まるって言いましたね。って感じで片方の電極にセルロースナノファイバーが集まってゲルができますよと。で、これを乾かしてやるとフィルムができるんですよって話なんですけども、今までセルロースナノファイバーの乾燥物の特に話した時にフィルムの話しかしませんでしたよね。
液を乾かすから液をシャーレみたいなものに入れたり板の上に垂らしたりっていう感じで薄いフィルム状のものしか作れなくて、じゃあそれを成形加工しましょうかって言った時に、いやセルロースナノファイバーって熱成形できないんだよなっていうところがあったんですけども、これ電極の周囲にセルロースナノファイバーが集まるっていうことなんで、この電極を円ボール状にしたらどうなるかとかいうかって、円柱状にしたらどうなるかっていうことをやってました。ボール状にするとこういうボール状の乾燥物ができますよと。でこんなふうに円柱状にするとストローにできますよと。でもっと複雑なものができるんじゃないって言ったら、マウスピースの電極作ってやるとマウスピースの形になりますよ。でもっと細いものを使ってやると直径 0.1 ミリのマイクロニードルみたいなものもできますよっていう、今までフィルムの形でしかない、真っ平らなものしかできなかったんですけども、一気に複雑形状もできるようになりました。で、これってなんかそんなにスケールアップも非常に簡単で、電極を大きくしてやれば、それで簡単に電極が、得られるものも大きくなるっていうと。で、あともっともっと面白いのが、電圧の大きさを変えると、耐光性が変わるそうです。弱い力で与える電極の時にボルテージを弱くしとくと、電極に対して横向きにずっとセルロースナノファイバーが寝た状態になると。で少し強くするとランダムな耐光になって、強くすると全部縦に向くそうです。でこれがなんでこうなんか電極の大きさによって耐光性が変わるかっていうのは今研究の中なので、理由はよく分かってないんですけど、今現在はとりあえず電極の大きさによって耐光向きが変わると。でまあこんな感じで、ゲルっぽいものができるんで、なんだこれ、摩擦係数を変えることもできますよっていう感じで、あれうまく動かないな。まあいいよ。まあこんな感じのものもできますよって話で。で、耐光性を変えることができるっていうのは、どんなメリットがありますかっていうところの話なんですけれども、自然の材料において、例えば軟骨なんかもゲル状の物質ができてて、で軟骨っていうのは、一番下の部分が縦向きで、でランダム情報で横向きっていうような形で、そういう形の階層構造を軟骨は持っているそうです。で、こんなものを人間が廃校させるだけでも人間ながら大変なんで、一つの材料の中で廃校の向きを変えるということはなかなか大変だったんですけども、先ほどの方法を使いますと、最初と最後、中盤最後ということで、電圧の大きさを変えてやることで、軟骨と同じような廃校制御っていうのも作れることができましたよと。でここまで色のこと全く言わなかったんですけども、これはどう、うん、でどこでいいんだよな、まあいいや。でこの金属イオンの色がついてるんですね。でこれは金属イオンが無色透明な電極を選んだら無色透明なものができるんですけども、そんな感じで電極の種類を変えてやると単にされる金属の種類が変わると。そうすると抗菌性があるような金属電極を使ってやると、当然できたものは抗菌性を持ちますよというようなものにもなっております。はい、これで以上をまとめますと、まず最初に何も言ってなかったんですけど、私セルロースナノっていう YouTube のチャンネル作ってまして、そこでいろんなショート30秒から1分ぐらいの動画とか、たまに講演会の動画とかも上げてますんで、もしご興味があればこちらのチャンネル行っていろいろ見てください。今日乾燥粉末の話は今日初めて話したんで、その話は何も載ってないんですけど、それ以外の話は大概の話がこちらに載ってますので、こちらに載せてて喋ってない話もたくさんありますので、ご興味があれば情報収集の一環に使ってください。で、はい、でまとめますと、木材を使う意義としては CO2 吸収で、植物よりも木材の方がいいですよ。で、切っても使って植えるっていうのをやれば切ることも何も問題はないですよと。で、伐採適齢期っていう生き物なんで、伐採適齢期っていうのがあって、まあ、早く切るっていうのを後押しするっていうことも必要なのかなっていうふうに考えています。
で、まあ、木材として使ってもいいんですけども、セルロースナノファイバーとして使う意味としては、まあ、均質化されて密度をコントロールできるっていうのがいいのかなと。で、何でもかんでもナノ化する必要もなくて、ナノ化しなくても発現する性質もあるんで、そこら辺の見極めは必要なのかなと思います。で、水分散液は低粘度で非常に高粘度です。非常に扱いしにくいんですけど、そういうところを上手に使えば商品としていち早く売れてるかなっていうところがあります。で、まあ、ナノ化っていう作業でコストアップっていうのも、まあ、必ずあるかなっていう。で、セルロースナノファイバーの用途としましては、今現在メインで2つ、プラスチックを補強するっていう用途と、増粘剤として使う、液で使うのとプラスチックに混ぜて使うっていう、これがツートップのアプリケーションになっております。で、その増粘剤の用途の方で乾燥粉末っていう感じで、私がお話ししたのは、フリーズドライをして作ったパウダーっていうのは水に分散して再分散して透明になって面白い粘性、色素トロピー性は発現するっていうのは昔からよく知られていますよと。だけどまあちょっとなかなかハイボリュームな粉末ですねっていう。でもそれに対してエタノールに混ぜて蒸発させるっていう方法を使えれば、ボリュームもちっちゃくて、静電気も全く起きないで水によく分散する。乾燥粉末っていうのができますよっていうところになります。で、それ以外はずっと研究を私やってたのは、セルロースナノファイバーを乾かしたフィルムに関して電子デバイスのアプリケーションがあるかもしれませんよということで、こんなような材料物性をいろいろ測定してまいりました。で、材料物性、乾いたフィルムの材料物性以外に最近始めて分かってきたことが、乾いたフィルムはマイグレーションの防止膜に使えるっていうのが分かってきました。水中で膨張して、電気営動して、陽極に集まるんで、析出が防げて、マイグレーションが起きないということが分かってきました。で、そうなってくると、より一層マイグレーションを防止するということは、水に濡れてもいい、何も問題なく動作するということが分かってくるんで、ペーパーセンサーっていうのも、なかなか面白い要点になってくるんじゃないかなと思ってまして、あとは、廃光を制御するっていうようなこともできますよというところになります。はい、以上で発表を終わります。ありがとうございました。